東京都心への人出が昨日は感染拡大前に比べて8割以上減ったことが分かりました。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために人と人との接触を7割から8割削減するよう求めています。通信系各社によりますと昨日午後2時の時点では1月後半から2月前半に比べて新宿駅で 86.3%、 東京駅で 84.7% と朝からの大雨もあって8割を超える減少になりました。しかし千葉の船橋や神戸の三宮などでは減少は7割以下にとどまっていて、目標達成には引き続き外出自粛を強く意識する必要がありそうです。